ウィキペディアモニュメント、または、ウィキペディア像は、ウィキペディアの投稿者らを称えて、ポーランドのスービゼに設立された像である。マイロン・ハコビアンがデザインし、2014年10月22日に、公開された。モニュメントの設立は、2010年頃に、スービゼにあるコレニウム・ポラニカムの理事長、クシュトフ・ボイッチホフスキー博士が提案した。ボイッチホフスキーは、私は、 ウィキペディアの前にひざまずく用意がある。これが私がモニュメントの設立を思い立った理由だと語る。ポーランド5番ウィキペディアはポーランドで人気のあるウェブサイトの一つである。100万以上の記事があり、世界のウィキペディアで12番目の規模である。副市長のピョートル・ルークセンスキーによると、この記念碑はこの街の学術上の重要性を強調するものとなる。 ポーランドウィキメディア支部の代表は、このプロジェクトが、ウェブサイトの認知を高め、人々の貢献を促すことになることを望むと語った。このモニュメントでは、ウィキペディアのロゴが描かれた地球を4人の人物が、頭上に掲げる様子が表現されている。高さは2メートル以下である。アルメニア出身で、コレギウム・ポラニカムの卒業生である芸術家、マイロン・ハコビャンがデザインし、 ファイバーと樹脂で作られている。用した費用約5万ズボティは、数日地方当局が提供した。2014年10月22日に、町の中央広場で除幕される予定であり、オンライン百科事典に対する史上初のモニュメントとなる。除幕式には、ウィキメディア財団の代表及び、ポーランドとドイツのウィキメディア支部の代表が出席することが予定されている。 ありがとうございます。